皆さんこんにちは、猫背のアジト医学療法士の小峰武明です。1ヶ月チャレンジ24日目になります。昨日はですね、カエルさんのポジション、フロッグポジションでのストレッチエクササイズをしていきましたけれども、今日はまた四つ這いポジションに戻って股関節と骨盤、背骨を連動しながら使っていくエクササイズメニューを紹介しようと思います。今日もマットの上もしくはお布団でも OK なので、皆さん動画を見ながら一緒にチャレンジしてみましょう。それではですね、まずは基本の四つ這いポジションを取っていきます。手はですね、肩の直下、膝は股関節の直下にセットアップします。そして胸の位置が落ちないように手でしっかりと床面を押し、胸の位置高く上げていきましょう。頭の位置は下を向いたり上を向いたりしすぎないように、背骨からそのまま一直線に伸びている状態。ここからまず今日は右足をぐっと後ろに伸ばしていきます。この時少し背筋が伸びるイメージ。ここからぐーっと胸の方に膝を近づけていき、背中を丸めましょう。そして伸ばしていくワーク、これが1種目目です。そして2種目目はここから足を膝を曲げた状態で開くワーク、開くワーク、これが2種目目になります。3種目目はですね、1種目目と2種目目を統合したワークになります。伸ばした状態から1種目目の動き、ぐーっと前に膝を胸の方に近づけて、そしてここから外に開いて後ろにぐるっと回すように持っていきましょう。これを前へ開く、後ろ、そして反対も回していきます。外側から収納して伸ばす、外側にぐーっと開いていって内に閉じて伸ばす、このワークをやっていこうと思います。それではまず右足からいきましょう。では1種目目です。基本の四つ這いでセットアップ、それぞれ10回やっていきましょう。では一度足を伸ばして内側に入れていきましょう。1伸ばす、2回目、2伸ばす、3回目3伸ばす、4回目4伸ばす、5回目5伸ばす、6回目6伸ばす、7回目7伸ばす、8回目8伸ばす、9回目9伸ばす、ラスト10伸ばす。一度足を入れ替えましょう。今度は左足で同様に行っていきます。では左足伸ばしたポジションでセットアップです。では行きましょう。1伸ばす、2伸ばす、3伸ばす、4伸ばす、5回目5伸ばす、6回目6伸ばす、7回目7伸ばす、8回目8伸ばす、9回目9伸ばす、ラスト10伸ばす。膝をついて少しだけね、手休憩で足も合わせて休憩します。続いて2種目目の足を外に開いていく枠も同様に10回やっていきましょう。では右足からいきます。基本の四つ這い姿勢でセットアップ。右足を床面からちょっと浮かせます。ここから足を外に開いていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、下ろします。反対側いきましょう。足を上げるときに体が横に触れないように気をつけてください。では左足ちょっと浮かせてセットアップ。それでは10回いきます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、結構です。一度体を楽にしてください。3種目目はですね、今の1種目目2種目目を統合したワークになります。
伸ばしたポジションから近づけて開く、後ろにぐるっと回して伸ばします。曲げて開いて後ろに持っていく。逆回しも同様です。伸ばしたポジションから外側を回して内側に収納、伸ばす、外側内、伸ばす、このワークになります。それではまず皆さん基本の四つ這いポジションを取っていただいたら、右足後ろに引いてセットアップです。それでは5回ずつ回していこうと思います。まずは右足前、そして外に開いて後ろに持っていく。2回目前、開く、後ろに回す。3回目前、開く、後ろに持っていく。4回目前、開く、後ろに持っていく。ラスト5回目前、横に開いて後ろに持っていく。逆回しいきます。外、内側に収納、伸ばします。2回目外、内、伸ばします。3回目外、内、伸ばします。4回目外、内、伸ばします。ラスト外、内、伸ばします。それでは右足ゆっくり床面について少し休憩です。手足ね、ちょっとグラグラして、今のね疲労感だったりを取ってみてください。続いて逆足いきたいと思います。それではまた基本の四つ這い姿勢を取っていただいて、左足を伸ばしましょう。このポジションからまずは前に出す、開いて後ろに回しましょう。2回目です。前、開く、後ろに回す。3回目前、開く、後ろに回します。4回目前、開く、後ろに回す。4回目前、開く、後ろに伸ばす。4回目4、開く、後ろに回す。ラスト5回目前、開く、後ろに回す。逆回しいきましょう。外側に持っていって内側に収納、伸ばします。2回目外側に開く、内、後ろに。3回目外側、内に収納、伸ばします。4回目外、内、伸ばす。4回目外、内、伸ばす。ラスト外、内、伸ばす。楽にしましょう。皆さんいかがだったでしょうか。重りはね特別使わなくてもですね、しっかりと動きを作っていくと筋肉にも刺激になりますし、少しね汗ばむ方もいらっしゃったんじゃないかなと思います。明日はですね、またこの四つ這いの運動の中で股関節を使っていく枠をもう一つ紹介しようと思いますので、楽しみにしていてください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またね。